どうもー影ンです。今日はこうねいろいろこう、まあ、やっていくところでこういろんなことをこうやっていきたいというふうに思ってですね僕なんかでもねこうやりたいことがたくさんあるんですけどもそれをねこう無理してやるようにはしないようにこうしています。で これは、えー、最初からできてたわけじゃないんですけども最初はねこう無理することが多かったです。で無理することでこう結果が出るんじゃないかなっていうふうに、えー、考えていたんですけどもその無理するっていうことですねほんでやることをパンパンにするっていうことはですね、えー、そこにこう余白というか余分な時間っていうのが 基本的にになない状態になるとですねその余白ですね余分な時間余白いろんなこう隙間時間とかそういうものがないとですね、えー、何かがこう入ってくる余地がないんですよねだからパンパンやとねこうな何かこう入れ物がパンパンやともう何も入ってこないとちょっと今の例えおかしいですねちょっとこう。 だ余裕余白を作ることっていうのがこう僕は必要なんじゃないかなというふうに考えております。これは去年のまあ10月ぐらいからそういう感じをちょっと考え考えたとか思ってたんですよね。結局どっか余裕を持たすことによって、えー、何かこうそこに入り 込む余地があってその入り込んだことが、えー、後々後々がそこからの発展させてこう、えー、プラスにこう動くことがあったりとかですねそこからヒントを得て、えー、何か,か活動ができるようになったりとかですねそういうことですねだから一日の中でもですねそのまあ僕やって朝からこうずーっと作業をやったり仕事いろんなことをこうずーっとしていって夜寝るまでパンパンにやるとですねもうこれはちょっと。 と大変ですね、まあ、こうやって頑張ってやっておられる方もおられて、えー、それはそれでその方の、えー、まあ価値観というかその状況によって変わってくるんでしょうけど僕はなるべくねちょっとこれ無理してきてるなと思ったらそこでちょっと緩めたりしますね特に今年はそういう形をとってます最初ちょっと負荷をかける時はちょっと無理をする形でそこから慣れていってまた ちょっと余裕を持たすところを持つっていう,こうそのサイクルになるんですけども何かこうね新しいことを始める時はちょっとこう負荷はかかるんですけどもそれはちょっと無理というもので無理をしてるというまあ無理をしてるといえば無理をしてるんですけどもその、えー、大枠で見ると無理をしてるわけではなくてですね新しいことでこう。 いろいろと、ね、刺激をもらってそこからこう何か気づきがあったりいろんなことが思いついたりとしてそこからこう発展していくっていう形かなというふうになるんですけどもだから、あのー、僕は余白を作るという例えばその一日の中で夜はボーッとするとボーッとテレビ見てたりとか。 えー、ほとんどこう頭を使わないような状態を作ります。そうするとですね、何かこうひらめきがあったりね、何か降ってくることがあるんですね。ほんで、それ降ってくるとですね、それはこう一瞬ですぐ忘れることが多いんですぐにメモを取るようにはこうしてます。だからこう白紙のメモをね、いつもね、えー、近くのテーブルのところに置いておきます。ほんで、えー、ボールペンも用意してあるんですぐにこう書き込むようにしておきます。 で後でねえー、それが後で読んでも分かるところまでちょっと説明書きはしておきます。で 単語で分かるようやったらも単語だけにしておきます。でそういうふうにしといてそれをまたね、えー、まとめていくという形ですねほんでこう主者選択していってまた次の活動にしたりとか何かその勉強したりとか、えー、いろいろこう活用していくっていう形ですねその余白を作ることっていうのが大事かなというふうに思っていますで仕事もだからパンパンにこうやって例えばこうお客さんを 僕60分施術して休憩なしで60分休憩なしで60分っていう形を取るとねインターバルなしでやるっていうことはやっぱりその無理になりますしお客さん同士もこう顔を合わすことになってあまり良くないのでそこはインターバルはしっかりと取るような感じですね。ててにこう余白というものもの考えておく でそれはこう無理をしないっていうことをこう心がけとくんですよね。そうしないとですねどうしてもね僕も性格上こう無理をしてこうどんどんやってしまうところがあるんですね。だから えー、例えば前にやってたチラシ配りとかねそういうのもね1日200ずつ配っていけばその無理なくこう毎日続けられるのにですね、えー、500部配ったり1000部配ったりとかねこうしてしまうことによってそれが続かない状態そうすると1000部1日で配るのは確かにすごい量配ってるんですけどもそれをえー200部やったら5日間かかりますよねでも10日間やと えー、2000配れることになりますでも、えー、1,000部1斤配って次しんどいからもうやらんようになれば1,000部のまんまなんですよね。それを200部ずつやってコツコツやっていくと、えー、それが2,000部3,000部4,000部と配れるようになるということですよね。そういうことからですねやっぱりその無理をしないその余力残しですねだから8割ぐらいをの形ですよね。だから自分の中の中 えー、8割の、えー、時間をですね全力でやる形で2割は残す、許す、緩めるだからそのバランスというかメリハリというかねオン・オフというかねそういうものをしっかりとこう作っておくことですねそうすることによってまたそこでこう、まあ、エネルギーもチャージされてですね、えー、次の活動次の日の活動であって 次の段階の活動であったりとか、えー、次のステップであったりそういうのにこう,こうスムーズにいくかなというふうに思いますだから無理するとそこで止まってしまうことがあるそれが一番あのロスなんですよねその余力残しっていうのは全力でやるんですけどもどっかこう余白を作っておくということですね手を抜くという意味ではないです手を抜かずやるんですけどもその中にこう2割の、ね、余白を残しておくということ この感覚はねだから分かる人には分かると思うんですけどもそういう形でしていくことがやっぱり一番こうずっと続けられることになりますでそっからこう入ってくる情報とかねそういうのもこう余白を作ることによって変わってくるかなというふうに考えます。 とということで今日は無理をしないあだからその怪我とかでも無理をしないようにするっていうことですね。その僕はどうしてもねその空手とか何でもこうそうなんですけど無理してこうやってしまうそのジョギングでも何でもね。でそこがあまり次のこう次のことをやるときにこうマイナスになることがあるんでねだから無理をしないようにする。 自分のの今までの経験上です、ね、無理をしないのがやっぱりこうスムーズにいくことやなと思っております。ということで今日は無理をしないということについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃーでいきましょう。どうもありがとうございます。